はい、どうも皆さんこんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。いやということですね、さあ今回放課後のときめきから見ていきますけれども、ユンソちゃんとヘジュちゃんのバトルがあるじゃないですか。このカムバックホーム、これ見ていきましょう。ちょっと収録ボタンフォイということで、よろしくお願いします。まあ、ダンスが好きなんですよ。でダンスが好きでずっとダンスの解説をしてきてる身として、今回のこのステージはだいぶやばいというところがあります。ちょっといきますね。ときめき見てない方たちにもぜひちょっと見ていただきたいなってのがあって、これはボーカルダンス含めて全部です。もうソロバトルみたいな感じです。2人で一つのショーケースをやるんですけど、今の方がヘジュちゃん、ユンソちゃんは JYP-SMYG にいたっていう、もう超超すごい練習生の方。でユンソちゃんが今そのデビュー組候補生なんですよ。で候補生の人に挑みに行くっていうところで、デビュー組ではない方がヘジュちゃんですね。ヘジュちゃんが挑戦者です。うまい。歌も素晴らしいわよね。なんか味があるわよね、歌声にね。はーん。でバックダンサーさんたち出てきます。Come back home。 うまいわよね、ほんとユンソちゃんの歌もね。ちょっとこのバックダンサーさんたちのファッションも昔風になってると言いますか。もうリズムが懐かしいですもんね。ヘジュちゃんの見ました、今のこれ。完全コンどのダンサーさんたちよりもやばくて、ヘジュちゃんこれマジでやばすぎるんすよね。間違いなく多分今のこの放課後のときめきの中でダンスが一番やばい人、やばい踊り方ができる人で、でじゃあこういう踊り方今の現役でデビューされてる方たちでする人いるかなって思ったんですけど、僕のデータベースの中には見当たらないんですよ、ここまでの人。ガールズグループでいやノリもやばい、いかつい。でここからが自作のラップだったかな、これ歌詞ついてるっけ、日本語はないか。ここは多分そのデビューというものにかける思いみたいなものを自分たちでこう作って歌にしていくというかラップにしていくんですよね。多分こうユンソちゃんのラップもやばいんよなっていう、ユンソちゃんもともとこうラップが超うまいっていう方なので、多分なんかすげえ熱い歌詞を書いてると思うんですよここで。ヘジュちゃん美しいですよね。そしてね、
あ、ユンソちゃんの歌もね。ここから やばいですね、本当に。いやー、こんなに踊れる人を僕本当見たことないですっていうぐらい、このカンベカンベの部分やばすぎる本当に。カンベカンベカンベはもう速度パワー。今のこの上がるところとかもタタ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 ドン、ここからの上がる、ここですね。いや、ヘッドロールも綺麗だし、いやーすごいわ。今最後のこの表情とかもドワーンってちょっとこうやりきってる感じ、これこの感じですね。あの今まではめちゃくちゃうまいんですけど、そのパッとしなかったんですよ。それはソヨン先生からも言われていて、トレーナーさんからも言われていて、あのいいもの持ってるのになんかちょっと魅力伝わりきってないんだよねってずっと言われてきて、そこにこう悩みに悩んで、今回まあソロのバトルっていうところに挑んだっていうところで、初めて多分ヘジュちゃんはソロをやったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、今回のこのバトルコンセプトで。っていう中でここまでやっぱその爆発するというか、すごいポテンシャルの方だなってちょっと本当に思っちゃって、いやー、ユンソちゃんもやばいんですけどね、本当にあのめちゃくちゃうまいと思います、ユンソさんって感じでも。いや、っていうところです。このパフォーマンスのまあとりわけカンバックオームのブイーンのところがまずやばいよねっていうのと、さっきのカンベカンベの部分ですかね、ちょっともう一回見ていいですかね。これはね、ほんと見たことないです。カンバックオームここのノリもよね。ちなみに4年生と3年生のバトルっていうことなので、年上はヘジュちゃんなんですよね。なんだけどもヘジュちゃんは挑戦者として今回バトルに挑んでいくと。体の使い方が鬼なんです。最後のあんなに使える？頭のその首の使い方、まああの頭が小さい方だからっていうのはあると思います。あの筋力。やばいですね。というところでございます。ちょっとねやばすぎたので、もう。これはダンススクールで取り上げないわけにはいかないでしょうっていうところで今回ピックアップさせていただいたというところです。ぜひですね、あの放課後のときめき、たくさん見ていただけたらなというふうに思っているところでございます。マジでアスリートですね、ヘジュちゃんね。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。